トーン。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。3コースから3号手、フスルですが、これは早いスタートがありました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。3号艇伏田博隆フライング変換欠場。3号艇伏田博隆フライング変換欠場です。3番の組に関する投票権すべて変換となりますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。123-456 スタートしました。これはちょっと早いスリットがあったようです。1周1マークに向かっていますが、スタートは判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。2艇のフライングがありました。1号艇のタラオ、3号艇木下両選手はフライング変換欠場。1番タラオ、3番木下両選手はフライングにより変換欠場となりました。従いまして1番と3番に関する投票券すべて払い戻し変換となります。お手元の船券は大切にお持ちください。完全にアウト。1番、2番、6番、3番、4番、5番、3対3、3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。さあ、お知らせいたします。第7レーススタートにおきまして、フライング決勝艇があるかもわかりません。お知らせいたします。第7レースは3号艇の土井翔吾、4号艇の牧浩二がともにフライング変換決勝、3番、4番に関する船券はすべてお返しいたします。1番、2番、5番、3番、4番、6番です。スタートしました。トップスタートですが、角ちょっとここは早いスタートが出ています。早いスタートありまして1周1マークとなります。なおファンの皆様にお知らせいたします。4番の小林はフライング変換欠場でございます。4番の小林フライング変換欠場です。4番の組に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。完全にアウト。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ここもおーっと、1コース早い。1番の川上俊明です。1周1マーク痛恨のコールがあります。ファンの皆様にお知らせいたします。1番川上俊明フライング変換欠場。1番川上フライング変換欠場です。1番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権着順確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまでは3秒。スタートしました。トーン、5コースはちょっと早すぎたか。スタート判定中です。お知らせいたします。5号艇の国分翔太郎、残念ながらフライング変換欠場です。従いまして5番に関係のある船券、投票券すべて返還ということになります。どうぞ皆様ご注意ください。1番、2番、3番、5番、4番、6番です。スタートまでは3秒。スタートしました。インコーススタート、残念ながら早かったムード判定中です。お知らせいたします。1号艇戸田真隼人が残念ながらフライング変換欠場です。スタート気合込めすぎましたか。1号艇戸田は1番に関係する投票権すべて変換です。どうぞ皆様ご注意ください。1番、2番、6番、3番、ダッシュ4番、5番です。
タートしました。確定1周の1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中となっています。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中です。お知らせいたします。1号艇三宅健太、2号艇中田健太、フライング変換券長。1番2番に関する投票券はすべて変換となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。完全にアウト。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。5コース、これはフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。この第4レース、なんとフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。5号艇常住蓮、5番はフライングのため変換欠場。5番に関する投票券は発売額と同額で変換いたします。5番に関する投票券大切にお持ちください。2番3番4番5番6番です。スタートしました。スローの3艇とも早いスタートです。ただいまのスタート安定中、ただいまのスタートは安定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク回ったところでお知らせいたします。1号艇堂原、2号艇中村、3号艇元吉、1番2番3番はフライング変換欠場となりました。ファンの皆様、お手持ちの投票券絶対に押していならずどうぞ大切にお持ちください。アウト。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。確定1周の1マークへと確定向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。1号艇中越弘樹、フライング変換決勝。1番に関する投票券はすべて変換となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番6番4番5番の並び、スタートしました。予選競争の第12レース、早いスタートあります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。4号艇菊池光平がフライングのため変換欠場。4番に関する投票券発売額と同額で変換です。5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇の山田ですが、これはスタート踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちくださいませ。早いスタートがありました。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇山田亮太、フライング変換欠場。1号艇山田亮太、フライング変換欠場です。1番の組に関する投票券すべて返還となりますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇中村、どうか際どいスタートです。ただいまのスタートは判定中となっています。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク6艇回ったところでお知らせです。残念ながら1号艇中村博信はフライング、11レースの1番はフライング変換欠場です。お手持ちの投票券どうぞレース終了まで大切にお持ちください。
2番、3番、4番、5番の並び。スタートしました。優勝戦の第12レース。早いスタートがありました。お手持ちの投票券、どうぞ最後まで大切にお持ちください。なんということでしょうか。フライング艇があります。お手持ちの投票券、最後まで大切にお持ちください。1号艇、羽野直哉、2号艇、新田康明。1番、2番はフライングのため変換欠場です。お手持ちの投票券、どうぞ最後まで大切にお持ちください。うわー、もう1番、2番、3番、4番、5番、6番の台形、第8レーススタートいたしました。一周一番開けても先行争いでありますが、ちょっと外の方で速いスタートがあったかもしれません。さあ5号艇先まくり体制、内側のから1号艇、6号艇が差していくバックストレッチ向こう上面でありますが、この第8レースでありますが、6号艇の大谷健太はフライングのため変換欠場。6番に関する投票権はすべて払い戻し返還です。投票権は大切にお持ちください。5番、6番です。スタートしていきました。1から1号艇の大塚ですが、これは早いスタートとなりました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。1号艇大塚正春、フライング変換欠場。1号艇大塚正春、フライング変換欠場です。1番の組に関する投票券すべて変換となります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。完全にアウト。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。ダッシュ勢ですが、早いスタートがありました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。5号艇久永翔平、フライング変換欠場。5号艇久永翔平、フライング変換欠場です。5番の組に関する投票権すべて変換となりますので、お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちくださいませ。1番、6番、2番、3番、5番、4番です。スタートしました。2号艇の原のスタートは早いスタートとなっています。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。現在先頭争い2号艇原、3号艇浜崎ですが、このレーススタート審議中となっています。お知らせいたします。2号艇原豊とフライング変換欠場です。2の組に関する投票権すべてが変換となります。お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。5コースからこれはちょっと早すぎた。一気に内4回叩いていきましたが、一周1マーク先制して5号艇、後から握った3号艇の内から2号艇、1号艇でバックストレッチです。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして、5番はフライングのため変換欠場となりました。5番に関します投票権は全て変換されますので、どうぞ大切にお持ちください。5番、6番の並びです。スタートしました。第3レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。
このレースですが、1号艇の山崎翔、3号艇の浦野海、5号艇の藤原葵、1番、3番、5番はフライングのため返還欠場です。1番、3番、5番に関する投票権、発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。藤原大輝くん、1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。第1レース、これはフライング艇があります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。予選競争第1レース、フライング艇があります。お知らせいたします。このレースは3号艇松本レイ、3番はフライングのため返還欠場。3番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。3番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。松本大輝くん、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。一般戦第1レース、スタートしました。5番、6番、あっと6号艇、これはやや早いか。5号艇チルト2度の佐藤優がまくりきる体勢ではあります。バックへ入りました。なおスタート事故があります。残念ながら6号艇ルーキーの中本大輝フライング、6に関する投票権は全て返還されます。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の清水のスタートは早いスタートとなったか。ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。現在先頭1号艇清水なんですが、このレーススタート審議中となっています。お知らせいたします。1号艇清水紀勝フライング返還欠場です。1の組に関する投票権が全て返還となります。お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。完全にアウト。123-456、切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。外寄りあるいはセンター複数のフライングがあったでしょうか。残念ながらスタートアクシデントがあった模様です。複数のフライングがありました。集団フライングとなった模様です。まもなくお知らせをいたします。投票券大切にお持ちください。第10レースは3艇のフライング、4号艇村岡、5号艇の末永、6号艇和田、3艇がフライング返還決勝となっております。4と5と6に関係する投票権は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。アウト。1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。5号艇筒井のスタート、そして4号艇中辻のスタートも早いスタートとなったか。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないよう大切にお持ちください。現在先頭争い2号艇1号艇並んでいます。このレーススタート審議中、スタートは審議中となっています。お知らせいたします。4号艇中辻博則、そして5号艇筒井美琴、ともにフライング返還欠場です。4と5の組に関する投票権が全て返還となります。お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。123-456、スタートしました。これはちょっと早いスリットがあったようです。一周一マークに向かっていますが、スタートは判定中、スタートは判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にここでお知らせいたします。
このレースはフライングがありました。2艇のフライングがありました。1号艇のタラオ、3号艇木下両選手はフライング変換欠場。1番タラオ、3番木下両選手はフライングにより変換欠場となりました。従いまして1番と3番に関する投票権すべて払い戻し変換となります。お手元の船券は大切にお持ちください。スタートしました。ここもおーっとっと1コース早い。1番の川上俊明です。一周一マーク痛恨のコールがあります。ファンの皆様にお知らせいたします。1番川上俊明フライング変換欠場。1番川上フライング変換欠場です。1番の組に関する投票権は全て返還となります。お手持ちの投票権着順確定まで大切にお持ちください。スタートしました。スローの3手とも早いスタートです。ただいまのスタート安定中、ただいまのスタートは安定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク回ったところでお知らせいたします。1号艇堂原、2号艇中村、3号艇元吉、1番、2番、3番はフライング変換欠場となりました。ファンの皆様、お手持ちの投票券絶対に押していならず、どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。コース1号艇中村、どうか際どいスタートです。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中となっています。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク6艇回ったところでお知らせです。残念ながら1号艇中村博信はフライング、11レースの1番はフライング変換欠場です。お手持ちの投票券どうぞレース終了まで大切にお持ちください。スタートしました。優勝戦の第12レース早いスタートがありました。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。なんということでしょうか、フライング艇があります。お手持ちの投票券最後まで大切にお持ちください。1号艇花直哉、2号艇新田康明、1番2番はフライングのため変換欠場です。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。スタートいたしました。1周1マーケットから先行争いでありますが、ちょっと外の方で早いスタートがあったかもしれません。さあ5号艇先まくる体勢、後ろから1号艇6号艇が差していくバックストレッチ向こう上面でありますが、この第8レースでありますが、6号艇の大谷健太はフライングのため変換欠場。6番に関する投票券は全て払い戻し返還です。投票券は大切にお持ちください。スタートしていきました。1から1号艇の大塚ですが、これは早いスタートとなりました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。1号艇大塚雅治フライング変換欠場。1号艇大塚雅治フライング変換欠場です。1番の組に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。スタートしていきました。ダッシュ勢ですが早いスタートがありました。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。5号艇久永翔平フライング変換欠場。5号艇久永翔平フライング変換欠場です。5番の組に関する投票権すべて返還となりますので、お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちくださいませ。スタートしました。第3レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票権大切にお持ちください。お知らせいたします。このレースですが、1号艇の山崎翔、3号艇の浦野海、5号艇の藤原葵、1番、3番、5番はフライングのため変換欠場です。1番、3番、5番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。第1レース、これはフライング制があります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。予選競争第1レース、フライング制があります。お知らせいたします。このレースは3号艇松本麗、3番はフライングのため変換欠場。3番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。3番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。スタートしました。5番の6番、あっと6号艇、これはやや早いか。5号艇チルド2度の佐藤優がまくり切る体勢ではあります。バックへ入りました。なおスタート事故があります。残念ながら6号艇ルーキーの中本大輝フライング、6に関する投票権は全て返還されます。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中。お手元の投票権は大切にお持ちになっていてください。
外寄りあるいはセンター複数のフライングがあったでしょうか。残念ながらスタートアクシデントがあった模様です。複数のフライングがありました。集団フライングとなった模様です。まもなくお知らせをいたします。投票権大切にお持ちください。第10レースは3艇のフライング、4号艇村岡、5号艇の末永、6号艇和田、3艇がフライング変換決勝となっております。4と5と6に関係する投票権は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。